こんにちは、みーやんです。欲しくてやっとお迎えした、セアカヤドクガエル。3ヶ月ぐらいなるのかな。なんかね、一匹しか見かけないんだよね。で、ちょっとね、軽く探してみたんだけど、やっぱり一匹しかいない。なあ、植物とかをどけて本格的に探したら、もしかして2匹いるのかもしれないけど、1匹はガリだったからな。どうなんだろうと思ってたら、なんとオークションでセアカヤドクガエルが出品されていたので、迷わずポチッと押しちゃいました。で、競うこともなく、あ、ちょっと競ったかな。入札が多分 15? でもね、1円スタートだったから、まあまあ、それでもね、送料込み込みで、お店の半値以下ぐらいでゲット。できました。しかも3匹やりました。だいぶ涼しくなってきたけど、まだ不安なので、初営業所止めにして発送してもらいました。待たなくていいからいいよね。もうね、ちょっとまあ、車出して取りに行くのはめんどくさいけど、待つのはあんまり好きじゃないから、ノンストレスでいいかもしれない。8時から待ってて11時半とか11時45分とかに持ってこられた日には切れそうだよ。それを考えたら、まあ生態にとってもね、多分いいはずだから、ウィンウィンだよ。では開封です。どうぞ。はい、受け取ってきました。もうね、ウィンウィンの関係になれると思っていたんだけど、ダメだった。こう、時間指定にして2時から4時までの間で追跡してたから、2時になってね、パソコンで追跡見たんだけど、まだ運送中。もう2時になってんのに、行く準備してたんだよ。で、3時になって、やっと、保管中って出たから、車に乗って、行ったんだけど、帰ってきたらね、もう4時。まあまあ、生態的にはね、こう、負担は少ないかと思うんだけど、人間的には結局4時やけどね、家で待っとく方が楽っちゃ楽だけど、どっち？結局パソコン眺めながらストレスを感じていたから、あんまりウィンウィンじゃなかったな。まあまあ、これもね、生態のためだと思ったら我慢できるんだけど、
では開封です。よいしょ。ああ、パケていっちゃった。よいしょ。おお、マジか。箱の中の箱、久しぶり。開かないや。片手は難しいね、やっぱり。よし。おお、すごい、厳重。お店屋さんよりも厳重だよ。すご、すご、なんだ、すご、すご、わお、すご。しかもこれ、タッパー使える。元気。元気。元気。セミアダルトって言うけど、まあまあいい感じ。これで写していこうと思います。ではどうぞ。ゲージに入れるところを写そうと思ったんだけど、ただいま改装中でございます。もうね、引っ越しでリビングに移したんだけど、まあどうせ手間かかるんだったらと思って、今まで高さを40センチにしてたんだけど、大体のゲージの規格って高さ45センチだから、もうめんどくさいの、一気にやっちゃえっていうことで高さを45センチにしました。すると、もちろん扉も作り直さないといけないので、扉を今作ってる最中なので、ちょっと映すことが、まあ、散らかっててね、散らかってて映すことできないので、今日はこの辺で失礼いたします。もうゲージに入れてしまったら、なかなかカエルさんをまじまじ見ることがないので、ちょっといい機会なので写していきたいと思います。なんかね、いちごヤドクガエルを飼おうとかなんとか言ってたけど、おお、やっぱセアカヤドクガエルは一番綺麗なのかもしれない。いちごもね、捨てがたいんだけど、これはオスっぽい。今さっきのメスっぽいね。これオスっぽいな。まあまあ、まだね、セミアダルトだから何とも言えないんだけど、このシュッとした感じがね、あとこれがメスやったらいいな。わ、これ危ないね。こっちに出てる。こっちから開かないと。どうだ。わあ、これオスっぽいな。あんまり背中に乗ってないね、赤が。今から乗ってくるのかな。あ、メス一匹か。うちもあれオスっぽいけん、オスが3匹、メスもう一匹欲しいな。まあまあ、素人の見立てだから、オスとかメスとかよくわかんないんだけどね。以上です。安く手に入れたってめっちゃ喜んでたけど、案外これは選別漏れで、
値段的には妥当だったかもしれない。でまあセアカヤドクガエルはセアカヤドクガエルなんでいいんだけどね。多分普通にお店で買ったやつは背中にべったり赤が乗ってたから、これは選別漏れだから安くなって当然。でも半値以下っていうのはなかなか損はしてないね。以上です。